外国人さんが日本に引っ越してきた時に新生活で感動して思わず買ってしまったというエピソードが海外で話題になっていました。皆さんお疲れ様です。パーソナリティの和子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は外国人さんが日本で購入して感動した意外なものに海外が興味津々の話題です。海外、今すぐ手に入れろ。海外から絶賛される日本製品メイドインジャパンはもはや海外ではステータスの証明にもなっています。外国人さんを対象としたコミュニティサイトファンジャパンを運営するファンジャパンコミュニケーションズがアジア7カ国において日本製品購入に関する調査をしたところ、日本製品商品を購入する理由として高級なイメージが 34% で最も多く、次点は技術力が高いと品質も評価されているようです。そんな海外から絶賛される日本製品の中でも、日本人には当たり前で日本人からするとそれ買うの?と思うような意外なものでも感動して購入したりする外国人さんが多いとか。そこで今回は外国人さんが日本に引っ越してきた時に感動して思わず買ってしまった意外なアイテムのエピソードの数々をご紹介します。ママチャリ、イギリス M さん。日本に来て一番買ってよかったと思うものはママチャリ。イギリス人のみんななら分かってくれると思うんだけど、昔の日本の映画に出てくるママチャリで颯爽と買い物に出かける姿に憧れた人は僕だけじゃないはず。お隣の国オランダでは女王様でさえ自転車で買い物に出かけるのに、ロンドンの自転車の利用率はたったの 2% くらいしかないらしい。それに日常的に自転車に乗る人がいないから、運転手も自転車が走っていたらびっくりして事故が起きやすく危なくて乗れないよ。だからイギリスではママチャリに乗って買い物に行くという夢は実現できなかった。でも日本に来たらみんなママチャリに乗っていて、映画の中の世界かと思ったよ。ロードバイクにも負けじと劣らずのクオリティで安価に買えるママチャリはとにかく最高だね。ユニクロのフリース、マレーシア A さん。私はマレーシアで育ったから気温の低いところで生活したことがなかったの。けれど仕事の関係で日本に来てからは凍えるような寒さで苦しんだわ。日本はマレーシアに比べて物価がすごく高いから、何万円もするようなコートやジャケットは高すぎて買えなかったの。そんな中、友人に教えてもらったユニクロのフリースは本当に最高。あんなに防寒性も高くてふわふわな生地が数千円で買えるなんて信じられなかったわ。もう母国マレーシアに帰ってから10年くらい経っているけれど、未だに持っているの。私はクアランプールという赤道の近くに住んでいるから普段の生活では全く必要ないんだけど、マレーシアにはキャメロンハイランドという軽井沢みたいなところがあって、そこに行くときは持参していくわ。肌触りも心地いいし、なんといっても軽いのが嬉しい。友人はコートを持っていくんだけど重くて本当に大変そう。みんなユニクロのフリースを羨ましがるわ。中古車、ロシア M さん。聞いた話なんだけど、日本人は10万キロを超えるような車は買わないって本当かい？俺の国のロシアでは日本の中古車を輸入して販売するビジネスが流行っているけど、どの車も20万キロ、30万キロ走っている車なんてザラにあるよ。俺は日本の田舎の方の地域に住んでいるから車は必須なんだけど、外国人の俺にとってはローンを組んで車を購入するのは結構大変なんだよね。そんな中、中古車を買いに行ったらあまりの安さに驚いた。4万5000円で購入できて自転車と変わらないくらいの価格なんだ。スズキの車を購入したんだけど、別に問題なく走行できるね。なんで日本人はこんなに早く自動車を買い直すんだろう。そのおかげで世界各地で日本車が活躍していて、俺たち外国人にとっては最高なんだけどね。ありがとう。おかげで日本でも車が購入できて快適に生活できているよ。旅、アメリカ R さん。日本で面白い形をした靴下を購入してみたよ。旅っていうらしい。形もおしゃれだし、肌寒い日にサンダルを履くときに重宝してるんだ。普通の靴下を履いてサンダルを履くと見た目は最悪なんだけど、旅はかっこいいね。なんとなく日本の侍になった気持ちになるよ。しかも旅ってすごいんだぜ。
普通の靴下はつま先が筒状になっているから土踏まずが形成されにくいんだけど、旅はつま先が2つに分かれているから足裏全体に負荷がかかって土踏まずが作られるんだ。これが姿勢の悪さや足腰の痛み、足の疲れも改善してくれる。子供の頃に裸足で歩いた方がいいって言われていたけど、理由はそういうことだったんだね。しかも足の指と指の間の付け根は発風と呼ばれる冷え性改善のツボがあるんだけど、旅はこのツボを刺激するから毎日履くことで冷え性改善の効果が期待できるんだ。京都の旅屋さんが教えてくれたから間違いないよ。俺も履き続けて冷え性が改善した気がする。みんなも日本で生活するときには旅を買うことを本当におすすめするよ。たこ焼き器、アメリカ J さん。俺は大阪の日本人家族の家に1年間ホームステイをさせてもらっていたんだけど、その時たこ焼きは世界を救うと思ったね。大阪の人は一家に1台たこ焼き器というたこ焼きを作る機械を持っているんだ。そして俺の家では毎週末家族や友達と一緒にたこ焼きパーティーをしてきた。これが最高なんだよ。新しく知り合う初めましての友達ともたこ焼きパーティーをした後は一瞬で仲良くなれる。買い出しや調理、そして一緒にたこ焼きを食べることで友情を深めることができた。この文化を持ち帰りたいと思い、たこ焼き器を国に持って帰ったんだ。俺は親父と仲が悪く、日本に行く前は話もしなかったんだけど、たこ焼きパーティーをきっかけで親父とも仲直りできたよ。母親は、あなたたちが一緒にスーパーに買い出しに行く日が来るなんて思ってもいなかったわ、と感動してたよ。まあスーパーにタコが売ってなかったから、タコの代わりにチーズを入れて焼いたんだけどな。これがワインにすごく合うんだ。家族みんなでこんなに楽しい食事をしたのは初めてだよ。たこ焼きパーティーがもっと世界中で広がれば世界は平和になると思うな。以上がエピソードの一部です。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。俺は日本の包丁が好きだな。フランスでシェフをしているんだけど、切れ味のいい日本の包丁は最高だよ。さすが日本刀を作ってきただけのことはあるね。ダイソーは私のお気に入り。キッチン用品や掃除機のゴミパックなど役に立つものがたくさんあるわ。大きなダイソーに行くとワクワクしちゃう。日本のカメラは間違いないね。耐久性にも優れているし、何より技術力がすごい。イタリアのカメラも素晴らしいと思うけど、技術的な面では日本のカメラに劣るかな。なあ、日本ってすごいよね。でもこれが日本だ。俺は日本車以上の車を知らない。俺も日本車を購入したよ。特にトヨタは最高。イギリス人は車のことになると、もし車が欲しくて一生使いたいなら日本製を買えって決まり文句のように言っているよ。日本製のものは見つけたら今すぐ手に入れろ。今すぐその時にだ。日本に来たらキットカットをお土産として大量に買って帰るわ。私の国でも売ってあるけど高価だし、何より日本は種類が豊富で選ぶのが楽しいの。以上が海外の反応です。日本の製品の品質の良さ、耐久性などに驚きと称賛の声が多かったですね。日本人では当たり前すぎる意外なものや、日本人でも知らないような意外なものまでいろいろ出てきて、とても興味深かったでした。今後もメイドインジャパンの製品は世界中の人気者になりそうですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。では今回はこの辺で、ワコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。